の無差別級日本の塚田真希の初戦です。相手はカザフスタンのアビケーヴァ。さあ山口さん、力をつけてきた塚田、大事な国際試合の初戦ですね。そうですね、ここのところ国内では非常にいい成績を上げてるんですね、ですからこれからこの世界に出た時にどうかというところが問われますよね。去年の暮れの福岡国際、あるいは今年のヨーロッパ遠征の結果などから外国人相手を想定した練習もということですが、抑え込んでいきます。抑え込みですね。はい、入りました。がっちり入りました。ちょっと返し方強引かに見えましたけれどもね、相手が小さいですからね。寝技も立ち技も非常にオールラウンドに安定しているのが塚田のいいところです。で、体はこう大きいんですけれども、非常にこう器用さもあるんですよね。今年の全日本女子柔道では決勝で新谷を旗判定でしたが破りました。次第に自信もつけています。一本勝ちです。初戦突破の塚田真希。本人はですね、私の実力ではまだまだ一戦一戦が勝負なんですと謙虚に話しているんですが、いい動きでしたね。そうですね、その気持ちでですね、戦っていけば、いいと思いますね。セコンドには吉村ヘッドコーチがつきまして、吉村ヘッドも伸び伸びとやらせたい、どんどんこれをきっかけに上がっていってほしい選手なんだと言っています。このタイのさばきから抑え込みに行くところ、隙を逃さなかったんですね。そうですね、これで後ろに返すんですね、締めるような感じでグッと襟を持っておいてから、体の預け方が非常に早いですよね。やはりこれだけの体重でこう浴びせられますとね、なかなか相手も逃げられません。このままがっちり25秒抑え込んで、無差別級の塚田真希は初戦突破、準決勝進出です。